なあ、私のハガキ落ち着いて。ケイさん、じゃあ見てすぐに来たの。うん、カバン持ってあげるわ。いや、いいよ、軽いんだから。持ちたいのよ、持たせて。じゃあ僕がパラソルさせてあげよう。いいわよ、誰かに見られておかしいわ。いや、さしたいんだよ。うちのママどうしてる？とても元気よ。毎日ママとお湯入る競争、一日に5度も6度もただで温泉に入れると思ってちょっと癒しいなそんなことないわ、おばさまは無邪気なのよ。そこ行くとうちのママあさましいわ。温泉付きの別荘を変えたことはとても得意なんですもん。そんな悪口言うとおばさん今頃くしゃみしてるぜあくしょ、湯冷めしたんじゃないんですか？じゃないのよ、あんまりお天気がいいもんだから眩しくって。あの猪狩様の奥様、東京から若旦那様がお見えになりました。まあ茂るが。こんにちは。まあいらっしゃい。おばさん、45日500回になりますよ。よござんすか？ええ、よござんすとも。賑やかで結構だわ。お前、うちはどうしてきたの？大丈夫、戸締まりしてきましたよ。おばさんは茂さんを子供みたいに思ってらっしゃるのね。だって。あ、じゃあお前すぐお風呂いただくといいよ。ああ、そうなさいよ。東京なんかの若添えと違って、いくら使ってもいいんだから、とってもいい気持ちよ。ほーら、始まった。茂さん、問題の温泉よ。問題？何が？いいの、こっちの話。英語ばかり詰め込むんだと思ったら、心理学なんてなかなか難しい講義もあるんだね。偉いもんだな。いやいや、かしよこれでも将来卒業したら女学校の先生になるつもりで勉強してんだよ。君若い？そうよ。どうせ茂さんの収入を当てにしてたんじゃ、一生貧乏して暮らさなきゃならないから。そりゃ僕だって結婚したら食うぐらいの責任は持つさ。きっと持つ？ああ持つと思う。しかし、それよりか問題は、僕みたいな金のない男に、おじさんやおばさんがルリちゃんをくれるかどうかだ。そりゃ大丈夫よ。あなたさえ頑張ってくれれば。お嬢様、あの奥様がお早くお二階を置いてくださいますようにって。あ、そうそう、忘れてた。すぐ行きますって。二階お客様だろ？ええ、私それであなたを呼びにしたんだったの。さあ、行きましょう。誰だよ？あの、近所の別荘の人よ。静岡のお金持ちで多額納税者なんですって。若い人よ。あ、これは恐れ入ります。あ、いとこのせがれでございます。あ、あなたのお子息さんで。はあ、あ、さようでございますか。手前堤大作と申します。こちらさんとは最近お近づきを願いまして、瑠璃子さんとも大変親しくさせていただいております。どうぞよろしく。学校はどちらで？去年帝大を出ました。あ、これはどうも失礼しました。手前などよりもお若いようにお見受けしたもんですから。ご専門は？考古学をやってます。考古学と申しますと、どんなことをなさるんで？大昔のことを、その頃の遺跡から発見されるいろんな品物を研究する学問です。ははは、なるほどなるほど。
すると、つまり骨董品の鑑定などもなさるわけですな。いや、結構なご商売ですよ。だいぶ儲かるでしょう。金とは縁の遠い仕事ですよ。ご冗談を。実は手前の静岡の屋敷には親父の代から買い集めた仏像や何かをだいぶ持っておりますが、今度一つぜひご鑑定を願いましょうかな。お礼はたんまり張り込みますから。僕はそんなお役には立ちませんよ。骨董屋じゃありませんからね。しかしあなた。失礼します。疲れてますから。あの子は昔から偏屈で。君は何だってあんな俗物を相手にして喜んでるんだい。私何も喜んでなんかいやしないわ。でもお客様のお相手をするのは当然の礼儀じゃありませんか。君なんかでもやっぱり金ある男に一歩を踏むんだね。もっとも女なんてそれが本能かもしれないけど。まあ失礼ね。そんな口の利き方まで隅さんに嫉妬を感じてるようでみっともないわ。人間が世の中に生きていく以上、いつどんな羽目でどんな人と口を利かないとも限らないじゃありませんか。それをいちいち怒るなんて。君はまた嫌にあの男の肩を持つんだね。肩を持つわけじゃないけど、隅さんが無邪気に話してらっしゃるのにあんなひどい返事をして座を立つなんて。しげさん少し気持ちが小さすぎると思うわ。うん、悪かったね。またそんな。不愉快だ。僕は東京へ帰る。しげるさん、しげるさん待ってよ。すぐ出てきました。そうか、そりゃすまなかった。君、伊豆の夕霧温泉ってとこ行ったことあるか。いえ、ありません。なんでも汽車は三島で降りるらしいんだがね、その温泉の付近でね、弥生式土器の破片が発見されたらしいんだ。それで明日早速出かけていようと思うんだがね、君一緒に行ってくれるね。ええ、お供します。そのつもりでこの通り支度をしてきました。おお、そうか。あ、奥さん、今晩こちらへ泊めていただいても構いませんか。ええ、ええ、どうぞ。お茶しちゃったがってください。すみません。の兄さんはその後ずっと満州かい。え、何してる。さあ何をしてますか。僕なんかと違って山っ気の多い野心家ですから。うん、おっとっと。
りなさいまし。ただいま。わざわざありがとう。お荷物をお持ちしましょう。あんたが欲しがってたハムニカ買ってきてあげたわよ。あ、そうですか。どうもありがとうございます。夕霧温泉はどの車が行くんだい。夕霧にはバスは参りませんのですが。行かない。はあ、どうぞ。近くまでは行かんのかね。三里ほど歩きになります。三里か。やったね君。あの、失礼ですけど。いや、夕霧温泉にいらっしゃいますんでしたら、ちょうど向かいの車が参っておりますから。おお、すみません、温泉でずっと行きますか。え、参ります。しかし、あの車はあなたが呼んだんでしょ。乗り合いじゃないでしょう。え、ですけど、そんなことお構いなく、どうぞ。いや、どうします、先生。勝手だが乗せてってもらおうか。どうぞ。いや。旦那様方、夕霧のお宿はもうお決まりでございますか。まだなんだ。どっかいいとこがあるかな。それでしたら手前どもへ願いませんでしょうか。おお、君んとこよ。なんて宿だい。あの、夕霧堂と申しますんで。いやよ、木之助、そんな客引き根性出しちゃ。すみません。おお、それとあんたはその宿屋の。はい、夕霧堂のものでございます。おお、そうですか。それはちょうどよかったねえ、君。とても気に召すようなお部屋もございませんし、それに他に明治館とか伊豆屋とかって綺麗な宿屋もございますから。いや、僕たちは別に贅沢しに来たんじゃないんだから。ねえ先生。それではまるで初めから計画してお誘いしたみたいで。いや、結構結構。あんたのようなべっぴんさんのいる牛だったら、黙っておっても私の方から押しかけていきますよ。ねえ。お前かい。おかえり。ルリコ帰ってますか。うん、帰っているよ。あたりで何かあったのかい。どこにいます。さあ、多分部屋だろ。おい、どうしたんだ一体。どうもこうもありません。くわばら、くわばら。あら、お母さんいつ帰ってらしたの。何があらです。あなたこそ母さんの留守の間にこっそり帰ってきちゃって。だって熱海から東京に帰るぐらい何でもないじゃないの。何でもありますとも。そうかしら。とぼけないではっきりおっしゃい。ゆうべ茂さんが帰るときに示し合わせといたんでしょ。嘘、私勝手に一人で帰ってきたのよ。へえ、そうなの。じゃああなたは茂さんの家へ後追っかけて行ったんじゃないといいなのね。ええ、そうよ。確かにそうなの。しつこいのね。嫌い。じゃあ、これ何です。これでもあなたは会いに行ったんじゃないといいなの。母さんはね、今茂さんに寄ってきたんですよ。するとあの人は留守で、あなたのこの手紙が雨戸の隙間に挟んであったんですよ。ルリコ、母様の前でこれを読んでごらんなさい。あなたが読めないなら母さんが読みます。母さん、黙って聞いてらっしゃい。怒りん坊さんはご帰宅早々
またどこかへお出かけのご様子失望いたしました。明朝まで渋谷におりますからきっといらしてちょうだいね。何ですみっともない、こんな恋文みたいなもの書いて母さんの意地悪。しげるさんもしげるさんです。私たちの目を盗んで内緒でこそこそ人の娘を、失礼な。母さん誤解しないでちょうだい。私たちお互いに好意を持ち合ってるだけなんですから。へえ、好意をね。若い男と若い女がむやみに好意なんか持ち合っちゃ親は心配でやる気がしない。とにかくそんな危なっかしい好意なんか今日限り持ち合わせないことにしてちょうだい。よくって。きっとですよ。だっていけません、断然いけません。現在あなたには立派な縁談が持ち上がっているんですよ。え、しかもあなたさえうんと言えばそれでまとまるだけに話が進んでるんですよ。まあ母さん、熱海の堤さん、あの方がぜひあなたを欲しいって言ってらっしゃるんです。お父さんも大賛成でとってもいい縁談だって喜んでらっしゃるんですよ。だからあなただってこの際よっぽどしっかりしてくれなきゃ。お母さんこそしっかりしていただきたいわ。人の意思も聞かないで。第一私まだ学校行ってんのよ。卒業までまだ2年半もかんのよ。学校は学校でも女学校とは違います。結婚のために大学来たからってちっともおかしくありませんよ。知らない。お待ち、ルリコどこ行くんです。ルリコ、あ、いた、あ、いた。じゃあ、すみこさんは時々東京いらっしゃるんですか。ええ、鹿屋に母の里があるもんですから。でも一年に二度か三度ですわ。女学校も東京ですか。ええ、去年清水川から出ましたの。おお、清水川からね。まだ女学生気分が抜けませんので。いや、さあ腕のいいところを見せてください。さあ、あなたのサーブでしたね。ええ。あ、玉。あ、お母さんの後ろや。いいわ、新しい玉もらってくるから。お父さん、ピンポンの玉出してよ。どうしたんだ、息を切らして。いいから早く出してよ。大変なはしゃぎ方じゃないか。珍しいこともあったのにな。待ってな、どこじゃったな。なんだね、えらく吐かなくせえ音がすると思ったら木野さんけ。うん、お嬢さんから東京のお土産にもらったんだよ。ええものもらったの。ちょっと貸してくんだな。難すもんだな。ねえ木野さん、お嬢さんってば珍しいことがあるもんだよ。なんだい。お嬢さんいつもお客さんに顔見られるのさ嫌がってなさるのによ。どうしたこんだか、あの若い方の学者さんと娯楽室でピンポンぶってなさるんだとよ。女中部屋じゃみんな珍しがって噂してるだよ。っぽどあの若い学者さんが気に入ったらしいってね。木野さん、しっかりしねえと危ねえこんだよ。バカな。危ねえよ。
はこのぐらいの写真一枚撮ろう。あ、そう思ってまいりましたの。ありがたいな。あの、お手紙が来ておりましたから。うん、ありがとう。じゃあ、後が届けましてきて、一緒でやるとしようか。どうぞ。何でもないんです。シゲルとルリちゃんと合わせないにしてくれとおっしゃるんですね。ですからさ、そうはっきり言っちまっちゃ角が立つけれど。でもおつまりはそうなんでしょ。そりゃそうなんですけど、とにかく私としてはルリ子が安心して堤さん行けるようにしてやりたいのよ。だから分かりました。シゲルが帰ってきて何て言うか分かりませんけど、たとえあの子が何て言っても私が断然合わせません。まあありがとう、それで本当に安心したわ。で、こんな時にこんなこと言うのなんとなく変なんですけど、茂さんもいずれ誰かと結婚なさるでしょうし、その時のお祝いを今あげときたいと思ってね。あの、これほんの少しなんですけど、あの、じゃあ私これでおいとましますわ。これは持って帰ってください。いいのよ、お祝いなんだから取っといてちょうだい。いただきません。お祝いとかなんとか言葉は綺麗でも手のいい手切れ金じゃありませんか。私たち貧乏しててもまだ手切れ金をいただくほど落ちぶれちゃいません。親の欲目か知れませんけど、しげるはあれでも真面目な学者肌です。それはあなたはもう頭からまるであの子がルリちゃんを誘惑したかのようにおっしゃる。それじゃあの子の達成がありません。何もそんなこと私。いいえ、そうです。私うぬぼれかもしれませんけど、ルイちゃんだって何も一時の出来心でシゲルとそんなことになったんじゃないと思います。それはあなた方はご自分たちに都合のいい縁談が起こるとすぐもう目の色を変えて、昔のよしみも義理も人情も忘れて二人の仲を裂こうとなさる。そんな勝手な、そんな無慈悲な親心ってあるでしょうか。勝家さん、私今日という今日は一生に一度の思いで短歌を切ります。もう今日限りお宅とはお付き合いしません。こんなも見るのも嫌です。さっと持って帰ってください。そんなにご不要なら何も無理にあげようとは言いませんよ。しげるさんかい、しげるさんかい。どうなった。
方？僕ですよ。もう、たけし。ええよ、おばさん、休暇ですな。お邪魔してます。ご機嫌よろしい。いや、あんまりご機嫌よくもないんですがね。満州じゃ悪戦苦闘しました。あ、お母さん、今度はしばらくご厄介になりますから。ええ、どうぞ。ええ、どうぞ。なさる中の僕が一番迷惑ですか。そんなに邪魔しなくたっていいでしょ。誰も邪魔になんか。いや、しかしね、今度はご迷惑はかけませんよ。我が輩も今回は剣道従来の域で内地へ帰ってきたんですから。あ、おばさん、それについてね、おばさんにその一口乗ってもらわなきゃならんことがあるんですかね。何ですの。近海引き上げ事業。このね、津軽海峡の海底にね、渡良本郷の山を積んで沈んでいる天竜丸という船を引き上げてね、でまあ金に日の目を見せてやろうと、まあ、こういうわけなんです。で、事務所もね、銀座方面に借りてあるんですよね。権利株がね、一口10円です、ね、で、どうぞおばさん、一つ100口ばかり乗ってくれませんか。で、あのね、成功の暁はね、10倍になって入ってるんですよ。じゃあ、ちょうど私、ここに持ち合わせがありますから、100口分だけ寄付いたしますわ。え？ 100 口分寄付？勝家さん、このお金は。いいじゃありませんか、私が勝手に出すんだから。いけません、武さん。何がいけない。おばさんの声だから構わないんじゃない。いけません、お返しして、ね、返して。じゃあ、私これで置いてましますわ。勝家さん、ちょっと待ってくださいね、勝家さん。武さん、お願い、そのお金返してくださいね、返して。お願い、そのお金を受け取ると、しげるが、うるさいな、お母さん。もう解散と言ったら解散ですよ。そんなこと言わないで、ね、たけしさん。お、兄さん、いつ。いや、学者先生、どうしたい。お、ちょっと。頭でも痛いのかい。いやー、これがわかりは。さあ、どうぞ。その説は誠に失礼申し上げまして、今週また突然お伺いいたします。いやー、まあ、おかけなさい。はい、ありがとう存じます。いやー、よく立てていただきたい。皆さん、お達者ですかな。娘さんも。
おかげさまで。実は先生、今朝邪魔に上がりましたのは娘の縁談のことにつきまして、先生にぜひお願いいたしたいことがございますんで。ほう、娘さんの縁談。さあ、やれだい。どこの人です、相手は。いつどや先生が手前どもへお越しくださいました節、ご一緒においでくださいましたお若い方。ほう、今やか。はあ、さようでございます。ほう、そりゃあ知ったも知らなかった。猪狩君がお宅の娘さんと結婚することになったんですか。いいえ先生、猪狩さんの方ではまだ何もご存じないんでございます。おお、すると。まことにお恥ずかしいお話なんでございますけれど、娘がどうしてもあの方を忘れられないと申しますんで。そうですか。いやー、そうでしょう。そんな話があるのに猪狩君がわしに話さんわけはないと思った。それで。はあ、で手前ども家業が家業でございますし、家業にそぐわない学者の方を娘の婿になんて全く思いもかけませんので、うん、そのことを娘にいろいろと言い聞かしたんでございますけど、うん、どうしても承知いたしませんので。なるほど、そうですか。それで仕方がない。じゃあまあ一応は先様へを伺ってみて、まとまる望みのあるものだったら、まあ、まとめてやりたいと、こう主人とも相談いたしまして、実は今日。ああ、そうですか。いや、そういう話というのは、わしよりか、家内の方が適任でしょう。家内を呼びましょう。お前ね、奥さんにちょっとこっち来てもらってくれ。はい。さあ、まあ、どうぞ。はい、ありがとう。で、先生、ん？あの方、まだお一人身でいらっしゃいますんでしょうね。奥様とか、いい名付けの方とか。もちろん、一人身ですよ。いや、一体君は僕にどうしろと言うんだ。切り抜けていただきたいの。パパやママが何て言ったって私たちは私たちなんですもん。しかし僕は今君とこうしていることさえいい気持ちはしないんだよ。おじさんからあんな手紙をもらうし、おばさんは手切金同様の金を無理に置いて帰るし。でもそれ私の意思じゃないわ。君の意思じゃない、それは分かってるさ。しかし僕としてはかなり不愉快だからね。第一、僕は君の良縁とかいうやつを邪魔したくないんだ。私、あんな堤なんて人と結婚なんかしないわ。それは君の勝手さ。だからって僕がおじさんやおばさんから受けた不愉快さは消えやしないよ。まあ君もせいぜい両親に心配かけないように心がけるんだね。茂さん、それあなたの本当の気持ちなの？あなた本気でそう思ってんの？え、そうなの？あなたってそういう人なの？せっかくいい話があんのに、しげるのやつは遅いですね。あ、もう一本ありませんか。あるけどいいの？四本目よ。ね、ビールは酒じゃないんですよ。まあいいかもす。あ、ついでにね、なんか酒の魚になるもの。
やこりよこらとだすれてよがさよなだ。しげるさんかい。ただいま。じゃいか。よ、おかえり。おい、喜べよ。お前の留守にね、素晴らしい高さが名前込んでたぞ。高さがって何です。よ、縁談さ。お前はね、ほら、クロスさんと一緒に行った伊豆の宿屋の娘ね。あら、お前にね、ゾッコン惚れたんだってさ。冗談よしてください。いいよ、本当だよ。まあ、聞けよ。でね、お前がそこへ向こうに行けばね、商売の宿屋の方はその娘が全部引き受けてね、でお前には一生自由に勉強させるってのが素晴らしい条件じゃないか。兄さん、その話誰から聞いたんです。いや、黒瀬夫人さん。黒瀬夫人がね、さっきそのことでわざわざここへ来たんだよ。お母さん、本当に先生の奥さんいらしたんですか。ええ。おい、ま、前に一杯行こう。いや、部下はいただんです。相変わらず野暮が絶えないな。いや、しかしさ、娘は別品だって言うしさ、え、金も相当あるらしい様子だしさ、お前なかなか苦渋がいいよ。あ、そういうなんだ、俺はね、お前の今日までの学習をね、弁償させる話をつけてやったんだぜ。何です、学習の弁償ですって。いや、お前を学習に仕立てるまでに使った金さ、お母さんちょっとそれはありませんけど。小学校ね、これはまあ義務教育だからね、これは負けとくとして、中学の5年間で、これがね、月25円と見積もって、1年300円ね。それから5をかけるから1500円、あとが高等学校で、これがね、月に、50円と見積もって3年の、1800円、お後が大学で、これがね、まあ、70円と見積もって。兄さん、ん、あなたは僕を売るつもりなんですか。売る。お前勘違いしちゃ困るよ。お前を婿養子にやる以上当然な言い分じゃない。余計な心配しないでください。あ、そう怒るなよ。怒りますとも。金と控えに結婚するなんて男の恥じゃありませんか。恥じゃないよ、当然の権利だよ。何が権利です。権利じゃないか、考えてもみろ。お前は今日までに、まあまあ、二人とも喧嘩しないでちょうだい。たけしさんもしげるももっと静かに話してね。ああ、よしよし。この際な、お婿さんを怒らせるっていうことは損だからね。じゃあ俺はその辺一回り回ってくるから、よく考えていきなさい。あ、兄さん、本当にあんなことを先生の奥さんに言ったんですか。ええ、そばで止めても聞かないで。真面目な意味でお母さんどう思います。僕がそこへ向こうに行った方がいいと思いますか。僕は今兄さんを見送ってふっと考えたんですが、この際思い切って兄さんの望み通りあの宿屋へ売られて行こうと思いますよ。まあお前、お母さん、僕は兄さんが阿部から受け取った1000円の金をそっくり阿部に叩き返してやりたいんです。でもお前、一時のやけでことを決めちゃ後できっと後悔しますよ。結婚は一生の大事ですからね。何、恋愛にしたって結婚にしたって男にとっちゃ人生の一大事にすぎませんよ。男にはこんなことよりもっと大事な一生の仕事があるんです。我が考古学の研究に一心を打ち込みますよ。だってお前、ビールください。
お嬢さん、もう今頃はお婿さんと二人で新婚旅行さ行く汽車に乗り込んでなさる頃だね。さぞ嬉しかったな。思いかなって新婚旅行、京大阪の名所見物、ああさぞ楽しかったな。だよ、日野さん、あんたのつれえ気持ち。でもしようがねえさ、ご主人のお嬢さんと奉公人じゃどうにもなんねえもんな。さあもうくよくよしねえで、いつものようにハモニカでも弾きなせえよな。ハモニカそこに持ってるだべ。じゃあ弾きなせえよ、それ。いつもあんたが吹いてる結婚のなんたら言うやつ、あれ吹いて弾かせなせえよ。元気出してさ、な。やれやれ、息つく暇もねえな。どうせ旅行するんなら関西方面の有名な旅館や温泉を泊まり歩いて、そこの設備やサービスを調べてきてくれって、そうお父さんはおっしゃるんだけど、君はどう？やっぱり京都や大阪行ってみたい。あなたは？僕は実は飛騨行ってみたいんだ。飛騨？飛騨の高山さ、あそこは石器時代の遺跡が多いんで学会でも問題の土地なんだ。それに大学時代の親友もいるし。お父さんに悪いかな。そうね、でも構いませんわ、行きましょうよ。あなたの勉強になることだったら。そのお友達で方、やっぱりあなたと同じお仕事してらっしゃいますの？そう、赤井製造ってやつでね、やっぱり黒瀬先生の門下さ。奥さんのおありなんだった？うん、高山の旧家の息子でね、むっとも最後は去年東京の人をもらったんだ。お目にかかりたいわ、お友達の方にも奥さんに。じゃあ行くか。ええ、行きましょうよ。ごめんください。はい。まあ、瑠璃ちゃん、おばさま、私お宅を置いていただこうと思って決心して出てきましたのよ。え、まあねえ、おばさま。まあここじゃ話ができないからともかく上がってちょうだいね。私が伺っておばさまお怒りになりません？誰が怒るもんですか。さ、まあお座んなさい。あなたに怒るわけなんかないじゃありませんか。だっておばさま、うちのママと絶交なすったんでしょ。ママが持ってきたお金も為替にしてお返しになったって。おばさん、あなたにだけはすまないと思ってます。よかった、やっぱり出てきてよかったわ。私これでも家を飛び出すまでにはとても考えたんですのよ。でもいろいろ考え詰めていくと、こうすることが一番正しい幸福だっていう気がしてきたんですの。パパだってママだってそのうちにはきっと私たちの気持ちを。瑠璃ちゃん、許してちょうだい。今までのことは夢だと思ってね、悪い夢だと思って茂のことは忘れてちょうだいね。じゃあおばさまもやっぱり茂さんと私とお別れさせるつもりなの？いいえ、違います。
お知らせしなかったから無理もないけど、茂はもううちにいないんですの。え、どうして？よそへ婿に行きました。もうダメよ、おばさん嘘つきになったって私騙されやしないわよ。誰がこんな嘘を言うもんですか。茂は今その娘さんと旅行に出ているんですの。じゃあ本当に茂さんは。信じられない、信じられません。私そんなことどうしたって信じられませんわ。これが何よりの証拠。二人で日だからよこした絵はがきですね。おばさん、あなたにだけは本当にすまないと思っています。しげるだってあなたにだけは。いいえ、おばさま、私がバカだったんです。私、しげるさんだって私のように悩んでいらっしゃると思って、こんなこと夢にだって想像してなかった。私がバカだったんです。ねえ、おばさま、しげさんと結婚なすった方、綺麗な方でしょうね。へえ、そうかい。お父さんがあれほど念押ししてらしたのに関西なんか全然行かなかったんだね。ええ、そうよ。あきれいだね。飛騨の高山なんてそんなにお前面白かったのかい。ええ、とっても面白かったわ。しげるさんのお友達で赤江さんって方のご夫婦が高山に住んでらっしゃるのよ。私たち毎日そのご夫婦の方と一緒に石器時代の遺跡なんか見て歩いたのよ。おやおや、せっかくの新婚旅行も山の中の洞穴なんか覗いて回ったんじゃまるで台無しだね。だってね、お母さん、その赤江さんって方の奥さんね、とっても旦那様のお仕事に理解があって自分でもいろんな石族なんか集めてらっしゃるのよ。お母さん、石族ってわかる？石でできた矢の根よ。それを考古学的に分類すると幽閉族、無閉族、流用族。ああ、もうたくさんたくさん。母さんにそんなちんぷんかんぷん、なんでわかるもんかね。あのね、お母さん、私買ってほしいものがあるの。もうなんだね、旅行から帰ってくるすぐに買ってほしいなんて。着物かい？帯かい？それとも指輪か。うん、もっと実用品よ。何さ？写真機。え？写真機？写真機がそんな実用品なのかい？外貨っていうの。赤井さんが持ってらして、発掘に行くときには小型だし、よく写るし、とっても便利なんですって。私、うちの茂さんにも持たせてあげたいの。じゃあお前が欲しいんじゃなくて茂さんが欲しいんだね。どっちだって同じじゃないの。おやおや。ねえ、買ってちょうだいよ。たった700円。え、700円？何がたったですよ。ねえ、買ってちょうだいよ。まあ、ダメだよ。そんなわがままなことばっかり言ったって。いいんじゃないの。買ってよ、お母さん。いいお湯だった。あら、あなた頭がくしゃくしゃよ。私、直してあげるわ。1円と30銭なり、4円2銭なり、28銭なり、お次は3円と15銭なり、28銭なり、お次は3円と60銭なり。もう片付けるのは済んだかい。それどこじゃありませんよ。うん、私もうつくづく情けなくなりましたよ。どうしたって言うんだよ。若い娘ってあんなにも早くご定期に感化されるもんなんでしょうかね。いい年をして焼きなさんなよ。バカバカしい。誰が自分の娘に焼き餅なんか焼くもんですかね。じゃあ一体どうしたって言うんだい。罪がね、
700円もする写真機を買ってもらいたいって言うんですよ。うん、また何だってそんなべらぼうに高い写真機を。それがね、元を正せばしげるなんですよ。しげるが欲しいんですわね。研究のためだとか何とか言って、それをまた隅のバカがご亭主孝行したさにね。若い者たちの仲のいいことよ。ほっときな、ほっときな。笑い事じゃありませんよ。本当に今からこんな風じゃ先々が案じられますね。まあいいから、そう取り越し苦労しなさんな。何も芸者会に使う金じゃないし、それで隅が喜ぶなら買ってやったらいいじゃないか。まあいいから、そうやきもきしなさんな。昨日覚えて、映りますの？ああ、ダメダメ、そこへ来ちゃダメだよ。あら、ごめんなさい。おお、やってるね。あ、盆栽ですか。うん、一つ君たちの部屋に飾ってもらおうと思ってね。元わしが裏山から取ってきて、3、4年丹精して、今年やっとこれだけになったんだ。お父さん、また盆栽のご自慢？うん、どうじゃ、見事なもんじゃろ。僕には盆栽の面白さなんてものは分かりませんな。せっかく伸びをつるものを無理にいじめて小さくするんですからね。そうかね。しかし盆栽の面白さはそこにあるんじゃがね。お父さん、貸していただくわ。まあいいよ、わしの部屋に飾るよ。いいのよ、貸してちょうだいよ。しかし盆栽なんてこの味のわからんものには猫に小判じゃからな。今みたいな時に褒めてくださらなきゃダメよ。何そう。お父さん、あんな変な手作りの盆栽がとてもご自慢なんですもの。ああそうか。しかし僕は本当に嫌いなんだからな。だって。まあいいさ、別に大した問題じゃないし。スミちゃん、いるかい？ええ、ここよ。何かご用？お前、ゆうべあれほど頼んどいたのにどうしたのさ。今お店じゃ曽我会で浴衣の仕立てがあって大変なんだよ。そうそう、すっかり忘れてたわ。まあそんな汚らしい石くずのかけらみたいなもんいじって何してんの。そんなものはしげるさんに任せときゃいいんじゃないか。だって私お仕事の助手してるんですもの。そんな島があったらきっとお店出て働いてもらいたいね。お前、婚礼する前にお母さんと約束したろ。しげるさんのような偉い学者さんを婿にもらう以上、お店の仕事をお前は一切引き受けるってそう言ったじゃないか。さあ早く来ておくれ。あなた気になさらないでね。じゃあ私ちょっといて手伝ってきますわね。ね、いらっしゃいまし。おはようお月様で。旦那いるかね？
あいにく旦那もおかみさんも昨夜から泊まり明けで東京一番見物においでになりましたが、もっとも今夜ならお帰りになるはずですけど。いや、その旦那じゃない、若旦那だ。若旦那ならおいででございます。どなた様で。兄貴だ。しげるの兄貴だよ。旦那旦那、自動車賃をどうぞ。お前払ってる。かしこまりました。いらっしゃいませ。あんたいつ見ても綺麗ですな。いやー、しげるのやつは全く過保護もんですよ。おい、しげる頼むよ。50株でいいんだよ。お前たった500円だよ。そんな話僕になってたって無駄だと言ってるじゃありませんか。僕にはこのうちの財産を支配する権利なんかないんです。じゃあ、すみさん、あなたに頼もう。さっきもお話しする通りですね。津軽海峡の海底に沈んでいる天竜丸の金庫を仕上げ事業。これがうまく成功の暁にはね。すみ、兄さんの話なんか聞くんじゃないよ。おい、お前ね、おとなしい女房を持ったと思ってそう関白かって吹かねんなよ。兄さん、いい加減にしてください。おい、そう言うなよ。俺はね、わざわざ東京から頼みに来たんだ。すみ、僕は風呂入ってくる。兄さんもいい加減にして帰ってください。あなた。ゆずの利かん男だな。どうぞお開けになって。あ、ありがとう。あなた優しいから。ところでねえ、すみさん、まあ袖すり王も多少の縁、あんた茂に代わってね、この兄貴を助けてくださらんか。でもそんなこと私に。いやね、これはその恩に着せるんじゃないんですよ。僕はあなたのためにですね、大切な弟を手放したとするとです、あなたもその代償としてですね、僕の事業を援助してくださる義務があるやせないかしら。でもそんなたくさんのお金を私の一存では。なにたくさんなことはないじゃん。で、100円札ならたった5枚じゃないですか。そのくらいあんたの化粧代ぐらいなもんね。でも茂さんが不承知なこと私が。あ、そこら茂が承知をせないのはね、あなたのご両親に対してですよ。遠慮をして頑張っておるんです。で、もしあなたがですね、内々で兄貴を助けたということが彼が知ってれば、そりゃあんた喜ぶでしょ。感謝するに決まってるですよ。そうでしょ。そうでしょうか。そうでしょうかってね、そこがつまりね、人情の裏というもんなんですよ。わからんかな。やっぱり若いんだな。じゃあ、私ご用立ていたします。あ、偉い。さすが杉さん。いや、僕は、これ肝に銘じますよ。でも今は手元にございませんから、2、3日うちにはきっと送り出しますから。いや、そのくらいお父さんのところにないですか。で、僕もね、急に入用なればこそ東京からわざわざ来たんですから。その金の金なんて金庫にありそうなもんだな。ちょっと見てきてくださいよ。でも。いや、それでね、茂が来るとまたうるさいですから。いや、一つ早く頼む。いや、頼む、本当に僕はこの通り頼みますわ。
この金庫の開け方を知ってんのはわしとお前と他には隅と木之助だけだからな。だから隅の仕業だって言ってるじゃありませんか。またいつかの写真機の時のように茂に何かそそのかされたんですよ。兄さんが留守に訪ねてきたって言うし。そんなら隅が何とか言いそうなもんじゃないか。昨日呼んで聞いてみるか。昨日が何で知るもんですかね、あんなり一義者が。昨日を疑うわけじゃない。しかし心当たりがないとも限らんからな。ああもしもし、うん、昨日かい。俺だ。ちょっと聞きたいことあるんだ。部屋まで来てくれないか。はあ、はい、ただいますぐ伺います。こう言ったからってお前に責任を持たせるわけじゃないんだ。そこのとこ誤解されちゃ困るが、何かい。俺たちの留守に茂の兄さんが来たそうだが、隅がその人に金を渡したような気配はなかったかい。は、一向に気がつきませんでした。昨日本当のことを教えてくれ。お前の様子なんだか隠してることがあるようだけどね。旦那、おかみさん、申し訳ございません。そのお金は木之助が拝借いたしました。え、お前が。お前が取ったというのか。申し訳ございません。木野、お前そりゃ本当かい。はい、すいません。しかし木野、なんだってお前そんなグレたことをしでかしたんだ。金が欲しけりゃなぜ俺にそう言わないんだ。お前は今じゃ奉公人というよりうちのもんも当然じゃないか。お前俺たちに言えない金の使いどころでもできたのか。うん、女でもできたのか。しかしそれにしても一度に500の600文と滅法金の使い方が荒すぎるが、一体どうしたというんじゃ。どうぞもう何にもお聞きにならないで、このままこのままお暇をいただかせてくださいまし。何を言い出すんだい。昨日お前がすぐ暇をくれと言ったって、まあ考えてみな。15の時から今日まで影ひなたなく働いてくれたお前じゃないか。こう言っちゃ変だが、一時はこいつとも相談してお前を隅の向こうにと考えたことさえあったぐらいなんだ。おいそれと暇の出せるもんじゃないよ。すいません。ねえ、昨日お前のような片人が500円ものお金を使うなんて、よくよく思い詰めたわけがあればこそなんだろ。何話によっちゃ私たちは500円が1000円だって決して欲しいとなんか思いやしないよ。だからお前何に使ったんだからそう言ってごらんよ。もう何もおっしゃらない。だからさ、決して見殺しにはしないから何に使ったかそれを素直に言ってみな。お嬢さん。お嬢さんじゃないわよ。何かよ。あの木野さんが。え、木野が。かわいそうにさ、木野さん何と謝ってますだよ。だからお嬢さん、おめえ様からも何とか大旦那様に詫びてやっていただきたいと思って。え、いいわ。スミ、お前の留守番当てにならんぞ。昨日にこんなことしてかさって何ぼんやりしてるんだ。お父さん、昨日は何にもしやしません。お嬢さん、昨日いいのよ、本当のこと言って。お父さん、金庫からお金を出したのは私です。何をおっしゃいます。全く全く、この木之助の不心なんでございますから。ありがとうよ昨日、あんたがかばってくれる気持ち私本当に嬉しいわ。でもいいの、本当のこと言ってくれていいのよ。じゃあスミ、お前が出したとして一体何に使ったんだい。茂さんの兄さんにあげたんです。茂の兄さんに。じゃあなんだね。お前茂に頼まれて出したんだね。いいえ、
しぐるさんは何にも知らないことなんです。そんなバカなことが。いいえお母さん、本当にしぐるさんは知らないことなんです。ただ私だけの考えで。へえ、お前だけの考えで。そうかい。お前も昔はそんな子供じゃなかったんだがね。変わったもんだよ。それにしても何だって500円もの金を渡したんだ。無心されたのか。沈んだ船の金塊を引き上げるんだからって。近頃流行るインチキな山仕事か。昨日お前にはとんだ迷惑をかけてすまなかった。それにしてもお前がこいつの罪を引き受けてこの家を追い出されてまでもこいつに尽くしてくれる気持ち、俺は涙の出るほど嬉しい。スミ、お前からもよく礼を言いな。昨日とんでもない。私こそ余計なことをいたしまして。おっしゃる通り、確かに兄は金の無心に来たんです。しかし僕は無論はっきり断りました。罪にも一切兄に取り合うなと固く言い渡しました。どうですか。じゃあ罪は勝手にお兄さんに差し上げたんですか。それは僕の知らないことです。でもあの子だってあなたのお兄さんになればこそ無理なことをしてまでも差し上げたんでしょうが。でもこういうことがたびたびあったんじゃ私たちの所帯はやりきれません。この先またとこういうことのないようにあなたからよくお兄さんにおっしゃっておいてください。わかりました。僕は今からすぐ東京行ってその金を取り返してきます。なぜ僕があれほど言ったのに非常識な出てでもしたんだ。僕は今から東京に金を取り返してくるんだ。あなたごめんなさい。うざい。お母さんお詫びして。いいじゃないか、離れないで大きな。まるで私たちが何せでもつけてるように大変なご遺族なんだからね。大きな。ねえ、あなた許してくださいまして。私の考えが至らなかったんです。お願いです、許してください。ねえ、許してください。今からいらっしゃる姿つまらない。ねえ、どこへもいらっしゃらない。ねえ、あなた